北安岐省に位置する地球市。安岐省の小人民政府が置かれる省都で、地域の政治、経済、文化の中心である。合比の日本語読みについては、合比が一般的であるが、三国史関連では、合皮と読まれる傾向にある。合比銀河公園合比の歴史は古く、紀元前三世紀に旗が合比県を置き、旧公軍に属した。五冠末期に、 曹操により派遣された洋州市士の竜香織が整備し、曹操と孫権の軽争地となる。208年、孫権は10万の兵を率いて100日余り、合皮を攻撃したが、落とすことができずに撤退した。215年、曹操配下の長領が、利点ともに精鋭兵800人を率いて、合皮を包囲したクレを奇襲、打撃を与えて、規制をそぎ、 その後は7000ほどの兵力で牢城し、クレの10万の大軍を相手に守り切った。そして撤退中のクレ軍に追撃をかけ、尊権を徹底的に追い詰めた。その後も長領はクレ軍を一切寄せ付けず、恐れられたことから、両来両来の言葉を生んだ。三国時代には、義の傭衆計略の主要拠点となり、クレからの攻撃も止むことはなかった。 230年代初頭に、義の満長が老朽化した合皮城の北西側に、合皮新城を築城する。234年、呉の孫権が道場を攻撃してきた際には、義の宗英が申請を行って、これを撃退した。253年には、呉の諸葛勤が攻撃するが、道城の末に、これを撃退した。その後随代には、合皮県に露修府が設置され、 民心時代まで続いた。このため、露州の別称でも知られる。1949年1月21日、国境内戦の最中中国国民党軍を破った人民解放軍が合皮に入場2月1日に県を廃して合皮市を建てた。1952年8月25日、安気省人民政府が正式に成立し、合皮市に駐在するようになった。 王妃中心部のワイガル歩行街。商業津公園の南の道路よりさらに南に位置する。写真左は民教寺で、祖先は教石師弓台イコール、早々転送台。暗記小中央、長江とワイガの間に位置し、倉庫に臨む。南に川を通じて、長江から海に出ることができる。ショー都として、行政施設が多数置かれているほか、石油関連のオフィスが目立つ。 大規模な工場は少ないが主要大学があることも関係して、技術研究開発施設には重点が置かれている。1月の平均気温は2.8度、7月の平均気温は28.0度、年平均気温は15.8度、年降水量は 990.5mm である。4種かつく1研究、4 4件を管轄する。 関北高色合皮市、編集関北高色倉庫線区、編集暗記省合皮市、編集暗記省倉庫地区、編集倉庫市、編集自動車メーカー、公和医者の本社所在地である。また、かつては、山陽電機の現地合弁、合皮栄ことたち山陽電機古墳有原工司があったが、ワールプールコーポレーションに買収されて、現在は、同社の中国法人となっている。 空港、ホテル以外では、英語が通じないので特に英文名称の施設に行く場合には漢字資料が必要。日本語は、市中では通じない。中国国内の主要都市と合皮の間には、航空便が多く設定されている。合皮南駅合皮南駅が、高速鉄道ターミナルの中心として、中国各地とを結んでいる。合皮港行動東急山、四九合皮市内の、 路線バス物価に比べてタクシー代が割安なのでバスに加えてタクシーが市内交通では市民の足となっているタクシーの台数は多いが通勤時間帯は乗車率が高いので簡単には捕まらない2016年12月26日に合皮発の地下鉄である合皮軌道交通1号線が開業した国の直轄管理である 中国科学技術大学、合飛工業大学、安記大学を要し、北京に次ぐ一大科学技術教育拠点である。ありがとうございます。